はい「みんなの作家活動アドバイザー」は和田真央です。 おはようミネラボの中でも写真について悩まれるご相談たくさんあるのでそ難しいですよね写真ってやっぱりね私がいろんな作家さんとお話ししてて難しいなって思うのはどうしても写真が綺麗だと売れるはずっていう風にやっぱ信じきってるケースってあるんですよでそれはね悪いことじゃないんですよもちろん写真は綺麗ににしたことはないネット販売では写真が命ですそれはね紛れもない事実なんですけれども じゃあ100点満点の写真を撮れたらみんな売れるようになるかっていうとそこがねそうじゃないところが難しいところだなって私は思ってるんですよあのおしゃれに撮れている写真って世の中めちゃくちゃたくさんあるんですよそれは最近個人の方がネット販売する方すごく増えているので10年15年前に比べたら 素人の特にこれまで商売をしていなかった方が撮った写真っていうのは,格段にレベルはアップしてると思いますよそれはねあのお勉強する機会がたくさんあったりとか写真の撮り方のノウハウの本がたくさん販売されてたりとかねいっぱい情報が世の中にあの出ているのでそこを活用して皆さんのスキルが上がっているっていうのはあると思います。じゃあもうちょっと昔の 話をちょっと私の経験則からさせていただくと私20年ぐらい前にウェブデザイナーとして仕事を始めたんですねでその当時いろんなネットショップを作らせていただきましたお仕事で委託を受けてネットショップを作るっていうところやってたんですけれどもすごくお恥ずかしい話なんですが20サイトぐらい作ったけれどもどのサイトも全然売れなかったんですよ。 でまあ、運用はネットショップ作ってくださいって依頼してくださったいろんな企業の方たちに担当者の方がついていてその会社の方でショップの運営をされるので私は頼まれたネットショップを作るだけだったんですね会社で受けたお仕事をやって完成したら納品するっていう感じだったんですけどその当時 やっぱりその各企業さんで持っているカタログなんかをもとにまあ写真なんかも立派なものをお持ちなんですよ、商品、写真あの食べ物だった場合もあるしもうちょっと工業製品の専門なパーツを扱っているようなお店もあったしいろんなところがあったんですけれども結構、リアルなお店ではすごく売れていたりスーパーにものが並んでいたりするけどネットにただ写真と文章を載せただけだと売れないというのをその時本当に痛いほどよく見たんですね。 でその後私は転職をして、まあ、今の会社に来たわけなんですけれどもカラーミーショップっていうネットショップの作成サービスの立ち上げでデザイナーとしてお仕事してた時にすごく思ったのはやっぱり写真が綺麗にこしたコートはないけど正直100点じゃないけどこの方の写真は60点ぐらいだなって思っていてもまあ用を足していさえすれば お客様がついてきてるお店っていうのが本当にたくさんあるっていうことに初めてそこで気づいたわけですよ。なので あの私が常々、ね、写真はすごく大事だけれどもいろんな作家さんのご相談を読み上げながら写真はとりあえず今もう置いといていいですとある程度撮れてるからそれよりも自己紹介の方を先に考えてみましょうとかねそれよりももうちょっと優先順位変えてあの価格変えて先に考えた方がいいですよとかねそういうケースもありますで皆さんやっぱり自信がないんですよ自分が撮った写真に全然自信が持てなくてこれでいいのかなもっと改善点あるかなあるかなってそこばっかり見ちゃうと どうしても。 どうしたってプロにはかなわないって思っちゃうところが出てきたりとか自分より上手な写真撮る方が出てきちゃって見つけちゃったりすると私はまだまだだだから売れないんだって思っちゃうんです問題は写真だけじゃないことに気づけなくなっちゃうんですねそれがねすごく難しいなっていうところと私もあのいろんな作家さんからのご質問をもとに回答するからその方向けの回答だと思って話してるんだけれどもそれは全員に当てはまることじゃないっていう場合もね結構あったりするんですよね なんで私が今日何を言いたいかというとおしゃれな写真でネット販売しているお店なんて本当に世の中山ほどありますそこに近づきたいっていう気持ちはもちろん大切ですただプロに写真を撮ってもらって全然売れてないお店これもねびっくりするぐらいあるんですよ。 ね、なんで売れないのかって言ったら結局そのものへの愛情だったりなぜこれが素晴らしいのかそれを手に取った方がどういう生活が待ち受けているのかとかねその背景が全然伝わらないから全然お客様に興味を持ってもらえない認知すらしてもらえないっていう状況が起こったりします。これは、ね、私がが20年前にネッットショップをを作るお仕事を何本かしした時のその時のののそ悔いい思いが 当時はあったんですけど今考えるともううよよよくわかるんですよそれはそうですすそそなんとなく写真撮って載せただけで売れるはずがないんですっていうところをちょっと思い出したので皆さんハンドメイドの作品売る時はご自身の情熱が伝わってるかどうかなんとなく作ってみてなんとなく売ってみるっていうところでお客様はなかなか振り向いてくれないよっていうところそこも含めて考えていただけたらなって思います。今日の動画もごご視聴くださってありがとうございました 国内最大のハンドメイドマーケットミンネが運営するオフィシャル YouTube チャンネルミンネラボではハンドメイド作家クリエイターの皆様のお悩みを募集しております。動画の概要欄のリンクをぜひご覧ください。チャンネル登録もお待ちしております。